新しい私いろいろ始める仙台いろは。毎日暑くて大変という方も多いのではないでしょうか。そこで今回はそんな方に嬉しいいいねな飲み物をご紹介します。いいね。やってきたのはイオンスタイル仙台卸町。橋本さん、暑さ対策にぴったりの飲み物があるということですが。はい、昔から飲まれている伝統的な発酵飲料である甘酒です。古くは奈良時代から飲まれてきたと言われている甘酒。地域によっては酒粕と砂糖、米麹で作るなど、日本各地で作り方が異なるのも甘酒の特徴です。昔から飲まれてきたということは。はい、とても体にいいとされてきた飲み物なんです。甘酒の優しい甘みを生み出す米麹は、麹菌の発酵によりビタミン B 群などの栄養成分が含まれています。甘酒の深いコクを出す酒粕は、食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養成分が凝縮されています。特に中でも人気なのがこちらの森永の甘酒です。酒粕と米麹のダブルの発酵素材を使用しています。甘さがすっきりとしていて、お米を感じる粒感と喉越しがありますね。美味しいです。厳選された国産の酒粕と米麹をこだわりの比率でブレンドした森永甘酒。これからの季節には春夏限定発売の冷やし甘酒もおすすめなんだとか。すごく爽やかな味わいですね。冷やし甘酒は塩分も摂取できるので、これからの時期特におすすめです。いいね。さらに今月、青森県産リンゴ果汁を使用しましたリンゴ甘酒が新登場しました。イオンでは森永甘酒をはじめ、インゼリーやインタブレットなど、この時期におすすめの商品をラインナップ。さらに8月5日までイオンの店頭で何回でも使えるクーポンをイオンのお買い物アプリでプレゼント中です。暑い夏は日本の伝統的な発酵飲料でいいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。